吉野は日本海軍の巡洋艦。吉野型防護巡洋艦の一番艦である。設計はフィリップ・ワッツが手掛けた。艦名は奈良県の吉野山に由来する日清戦争で活躍。日露戦争に十字中の1904年5月15日、味方艦、カスガと衝突して沈没。完成当時、世界最速の軍艦。1892年3月1日。 気港。8月30日、吉野と命名される。12月20日、浸水。1893年9月30日、春光及び領収。イギリスから開港するときに後に艦長となる、川原陽一と共に開港委員として、秋山正幸も同行した。1894年3月、呉に到着。日清戦争においては、第一遊撃隊の機関であった。 豊島沖海戦や航海海戦で活躍。吉野桜に武士の姿と歌われたという。1898年3月21日、日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、3500トン以上7000トン未満の巡洋艦を二等巡洋艦と定義。該当する旧石が二等巡洋艦に類別された。1九百三年四月、 神戸沖で挙行された大演習艦艦式に3列、第2列に配置された。12月28日、常備艦隊が解体され、戦艦を中心とする第1艦隊と巡洋艦が主体の第2艦隊が設置される。第1、第2艦隊で連合艦隊を構成した。吉野は第1艦隊令下の第3戦隊に配属される。日露戦争においては、 第三戦隊所属艦として旅順口攻撃に従事し、任務を終えて、旅順沖から、浦町山列島へ向かう、途中の1904年5月15日午前1時40分、千歳、吉野、カスガ、ヤ富士という編成の日本艦隊はノームに遭遇し、カスが、吉野左限後部に衝突する。本艦は、吉野艦長再起大裁下304名を乗せたまま、沈没した。 戦死者319名、生存者約90名。同日には戦艦2隻も嫌いにより、沈没5月15日は日本海軍役祭の日となった。1905年6月15日、吉野及び高砂護島は軍艦席及び艦艇類別等級票より除籍された。法はすべて棒立て付きで上艦班に置かれており、 アームストロング40口径 15.2cm 単装速射砲は、司令塔の前に1機、司令塔両脇の船橋の横に、片弦1機ずつ両弦で2機、観光部に1機。アームストロング40口径 12cm 単装速射砲は、片弦4機ずつ両弦で8機。片弦2号機並んでいる砲のうち、先頭が 15.2cm 砲である。吉野は、 日本海軍において、初めて無塩火薬の導入と即挙義1.5メートル即挙義を搭載した艦であった。日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び艦報に基づく。ありがとうございます。